はいどうもピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますが、それじゃ早速なんですけど、まあクッパ城かなこれちょっと待って、ちょっとキドピコじゃねえ、キドピオ謝ってるから許す許す。でもキノコちょうだい、ありがとう。あごめんごめん、いや今の僕は悪くないね、多分悪くないと思う。なんで先行かせてもらいます。ちょっと待って、あんで、あのキノピオ何だったんだろう。なんかめっちゃいい人っぽいね。最初もね、なんかずっと挨拶してたんですよね。あ、みんなに。多分いい人だと思う。みんな早いな。余ってくれてるのか。どうなんでしょう。このまま先に進みましょう。あ、これは横取りしたいね。待って、キノピコ。怖いんでしょう、チビだからね。オッケー。来た。これはこのままゴールあるよ。よし。うわ、待って、持たれる。持たれる、あぶね、よし、ナイスジャンプ。このままゴールを目指しちゃう。やった早くゴールしな。でね、前回のミンバトの動画でトロールとミンバトどっち派ですかってね言ってたんですよ。そしたら意外にもね、ミンバト派がめっちゃ多かったっていうね。僕のイメージはですね、トロールの方が人気なのかなと思ったんですけど、ミンバトの方が人気みたいな感じかな。まあコメントしてない方もたくさんいると思うからね、わかんないんですけど。うわやべえ、これまずい。オッケー、あ、下、上行ってるね。下じゃないの。いや多分こっちで合ってる。みんな上行ってるね。だバカめ、騙されやると。これよける。オッケー、これね教えてもらったんですよ、リスナーさんから。しゃがんだらよけれるって、そういう問題じゃねえ。これみんなしゃがんでよけれるの知ってんのかな。よけれるの知ってるのが僕だけでしたらめっちゃ熱いなって思うんですけどね。ルイージは、あ、ルイージ自分だったあのキノピオはって言いたかったんだよね。水中ステージは終わりかな、どうなんだろう。まあ、1個水中作ったら、あ、終わり。オッケー、抜きます、抜きます。あ、よっしゃ。でこのまま右、邪魔くせー、よっしゃナイスシャガジャン。今シャガジャンのおかげかわかんないんですけどね。このまま渡っていきますか。いやこれで勝ったらナイス大逆転だね。よし、優雅に行こう。これは優雅に行こう。みんな心配しなくていいよ。前の動画で心配していいよとか言うね、わけわかんないこと言ったんですけど、このまま右に渡っていきますか。なんもないね。こっちで合ってる。うわ、やめてね。左に土管があるとか。このまま右にゴール合ってくれたら一番いいんですけど。あ、なんか、あ、火の音が聞こえるってことは、クッパいるのかな。上なんだろう。あ、クッパいるね。うわ、鍵マジかよ。うわ、これ左だね。あの、ファイヤー取らないか。ファイヤー取って倒さないか。あの、ファイヤーはもらったぜ。これをもらいます。やめてよし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 。オッケーオッケー。で、倒そう。うっそん、そんなところに出てくんの。これ倒せないから。おら、オッケー。このパワーブロックは確か一撃で倒せるみたいな。なんかそういうのは知ってました。で、これもう一回持っていこう。なんかあったらまずいんで、もう一回持っていきます。よし。で、ゴールじゃねえか。ありがとうございます。ここでさ、こうやって煽りまくってみたいよね。どんな感じなのか。たまにはゲスキングになるのもいいでしょう。これは回転ジャンプで行った人の勝ちだね。ね、マリオ。ちょっと連れてってくれない？キノピオ。うわ、あぶねえ。危ない危ない。あ、これどこに行きますか？どこ行ってんの？そこじゃないぞ。ルイージ。ルイージ。今のは面白かった、ルイージ。最高すぎ。待って。イクラ D と北口って今いたね。いや、相当強い。なんで7000超え2人も来んのよ、もう。やめろって、もう。多分下からコインを出して。なんで分かってんの？なんで分かんの？あの2人。ずるくない？なんでそんなことだと知ってんの？ねえ。チートだよ。チーターと一緒ですよ。通報します。ああ！マリオ。あ、マリオ誰だろうね。優しい。誰？リョウ。あ、なんか知ってる人かな。待ってなんか名前見てる間にボコボコにされてんだけどじゃあ僕だけアイテム取っていきます。みんなアイテム取ってないでしょ。このどんぐりは熱いよ。飛べるからね。こうやって飛べたら最高速度でずっと飛べたまんまいけるから飛べるんですよ。こうやって飛べたら最高速度でずっと飛べたまんまいけるから飛べるんですよ。てかみんな早くね。え、取ってんの。あ、取ってるね。でもマリオ戻ってきてる。そして、あぶね、オッケー。そしてキノピオは行ってるね。あ、来た。これは熱い。あ、待って、やべえ。取りたい。
これは撮りたい。視聴者さんにいいとこ見せたいね。なんかルイージも挨拶してきたんですよね。あと1回だね。ラリー任して、ルイージ僕に任して、僕に。いや、やべえやべえ、チビだよ、ピヨキングだよ、ちょっと。いや、オッケー。あれ今踏んだ。うわ、無敵の時間か。うわ、惜しかったな。ねえマリオ、来ました、バトルコース。それじゃあ僕黄色でルイージですね。キノピオよろしく。優しい、なんか誰、オッケー。これは壁キックでどんどん上がっていけな、得意ですよ。キノピオ早い。これは壁キックでいいのかな、どうなんだろう。いや、壁キックでいきますね。キノピオ出してないで、待って、邪魔くせえ。あの真ん中のブロックめっちゃ邪魔くせえ。いや、これは得意ですよ。ほら、よし、ここで抜きたい。あ、これは真ん中、ここがあれだね、うん、空いてる感じ。ほっ、オッケー。で、ここは一旦ここ出しておいての真ん中出しておく。ほっ、よし、うまい、うますぎ。ほっ、うわっ、やっちゃっちゃっ、くそキノピオ待ってくれ、違うんだって。いや、こんなに、くそ負けたか、これは負けたのか。はいはい、いや、まだあるね。横すくか、今度横すくだね。熱い、これは取りたい。よし、で、左、ガッガッガッ、おいおい、ガッ。なんでこんなつまずいてんの今日。なんでこんな今日つまずいてんのよ。いつもだったらもうちょっとさ、うまくいけるのにさ。お、よし、きた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 、キノピオ負けねえよ、キノピオ負けねえよ。オッケー、で、左、で、ここも左、おっしゃ、これは勝ったんじゃないんですか。待って、暴れすぎだってみんな。そんなに攻撃、ちょこれなんか1の1みたいな感じだね。あ、待って、意外と難しい感じですか。結構きついね、なんか。待って、キノコ、頭にキノコつけてんだから、そんなキノコ取んなくてもいいじゃんか。1個ぐらいちょうだいよ。あ、これ全部アイテム、1個ぐらいちょうだいよ。ありがとう、キノピオ、優しすぎ。誰ですか、コマさんが好きな人。いや、僕は君が好きです。じゃあここでしっかり倒していこう。待って、誰キノピコだね、シューター。今のヒップドロップすればよかったんですけど、できなかったのかな。あ、待って、これヒップドロップされる、やっぱりか。ゴール、ゴールかな。ずっと右行きまくってるけど、いや、まだあるで、ね、いや、熱い。これは多分倒さないけんパターンでしょう。多分先に鍵あると思うんですよね。一回僕もここでフラワー取って参戦しておきます。待って、誰、シューターシューター取られた。あ、コマさん、サスケ、なるほど、こういう感じか。いや、結構ね、好きなんですよ、こういうコース。でもね、みんなやられてくれないかな、最初に。オッケー、よし、こういうの得意ですよ。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。